1993年の3月23日、えー、丸19年が経ちました。この19年間の間、本当に主がたくさんの恵みを私たち家族に与えてくださいました。本当にそのことを思うと、もう感謝を捧げずにはいられません。えー、今日はですすね最近主が私を励ますために あの語ってくださったことを皆さんにシェアしたいと思ってここに立たせていただきました、えっと、2月の22日からレントに入りましたよね、えー、私はこのレントの期間何をすべきか本当に祈って考えていました、えー、そして決断したことはお昼ご飯を食べないでした、えー 朝ごはんを食べたら夕方の6時まで何を何も食べない夕方の6時からは食べ放題です <laughs> 日曜日は30周年記念の、えー、ファンドレイズのランチがありますので協力しなくてはいけませんですから日曜日は食べていましたし、えー、バザーも食べる予定です <laughs> こんな本当に自分勝手なプチ断食で、神様は一体私に何を語ってくださるのか、何を教えてくださるのか、本当に小さな期待はしても、あまり大きな期待はしていませんでした。ただ、自分がイエス様との本当に交わりを深めたいと思って始めたんです。そんな中で先日、私は一つの夢を見ました。 青年は幻を見老人は夢を見ると聖書の中にあの書いてありますあの最近は年のせいか夢を見ているのか見ていないのかわからない、えー、そんな状態だったんですけれども、えー、朝起きたら忘れてる感じですよね、えー、でも先日の夢ははっきりしていました夢の中で私はある方とベンチで座って あの街道のために祈っていました。えー、三橋先生がそこにやってきて、ひろこさん、誰と祈ってるのって聞くんです。私は、A、さんですと言いました。そうすると、やっぱり夢ですね、場面がこ,うころっと変わるんですね。そして今度は日本だと思うんですけれども、やっぱりベンチで祈ってるんです。街道ののたために別の方と祈っていました そして目が覚める寸前に聞こえたんです。深みにこぎ出しなさい。そしてパッと目が覚めました。イエス様だって私は思いました。これは、この御言葉はルカの5章の4節です。イエス様が指紋に深みにこぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われました。 すると、シモンが、先生、私たちは夜通し働きましたが、何一つ取れませんでした。でも、お言葉通り、網を下ろしてみましょう。そして、その通りにすると、たくさんの魚が取れて、網が破れそうになったとありました。イエス様に従ったシモンに祝福がありました。 現在、月に一度、ヘイブンズハーモニープロジェクトミーティングっていうのが持たれて、街道のために祈られています。30周年を機に、新しい街道の完成図を目に見える形にして祈っていこうという働きが進められていますすそのの完成図はななんんと階階建てのビルディンンググです3階まででまパーキングなんです。 素晴らしいですよねでも私は「えすごすぎる」ってこう思ったんですね。であの私にとってはまるで夢のようで非現実的な話のようにもあの思えました。でも私たちには無理と思われることもイエス様が深みにこぎ出しなさいと語ってくださるならば可能になると。 信じましたそのっとに、ルカの5章の7節には、魚がいっぱい取れて、網が破れそうになったとき、別の船の仲間たちを呼んで、助けてくれるよう頼んだところ、両方の船が魚でいっぱいになり、2層とも沈みそうになったとあります。深みにこぎ出して新しいことを始めるとき、IJCC だけではなくて、 周りの諸教会も祝福されるんだって思わされました。夢を見たその日の朝の一日一章は、第二リントの一章でした。一章11節にこう書いてありました。あなた方も祈りによって私たちを助けて協力してくださるでしょう。 それは多くの人々の祈りにより私たちに与えられた恵みについて多くの人々が感謝を捧げるようになるためですとありました私はとてもエキサイトしました街道のために祈り IJCC のために祈りこのハワイ選挙のためにまた私たちのために祈ってくださる新しい方が必ず起こされると確信したんです そそししてその日日は金曜日でした親子クラスのプログラムをやり、そしてそれを終了して、オフィスで次の日の準備をしていました。そうすると、教会に一本の電話がかかってきました。観光で初めて日本に、日本から来られた方で、2、3日前にディナーを一緒にした方でした。その方は、今、ひろこさんと祈りたいから、すぐホテルに来てほしいっておっしゃいました。 で祈らないと日本に帰れませんっておっしゃったので、えー、夜の祈り会の前までなら私は空いていますと言って、夕方の4時半ぐらいにあのホテルに行きました、そしてお交わりをして祈る中で、これからのハワイ選挙のために祈ること、IJCC のために祈ることを約束してくださったんです。見言葉の通りでした 祈って支えてくださる協力者が起こされました、与えられました、これからもそのような方がどんどん与えられるに違いないと、私は信じて、本当に車の中で、帰りの車の中で、神様に感謝しました。深みにこぎ出していくとき、もしかしたら激しく船が揺れるかもしれません。ででも恐れないいい前進してて信じていきたいな 思っていますありがとうございました祈ってくださいはい、感謝します、えー、夫婦は一心同体ですカナに与えられた御言葉は私はありがとうと受け取ります、えー、僕もその御言葉を信じて深みにこぎ出していきたいと思いました えー、それでは今日のメッセージに備えて、えー、しばらく黙祷の復帰をもって、えー、待ち望みたいと思います。